その大空高校にあるものではなく、はい、何がないかということを説明させていただくと、大空高校がいかに特殊かというのがお分かりになるかと思います。まず定期テストがありません、はい、でこれは勉強しなくていいよということではなく、代わりに単元テストを行っています。定期テストをなくしたことによって、むしろこう定期的に勉強もしますし、一夜漬けなんかもなくなりましたし、部活やバイトの禁止期間もなくなりましたので、生活の方も安定します。で2つ目は時間割がありません、まあ、これは本校総合学科ということで選択教科が多いんですけども、はい、高校3年生になると 70% が選択教科になり、もう自分で時間割を作って進路に応じた授業を受けていくという形になります。はい、ルール守ってりゃいいんでしょってなる子供を育てるのではなく、こういう時はどういう格好がふさわしいかというのを生徒自身が主体化で考えるために、このようにわざとぼやかしていますし、失敗してもいいから挑戦している姿を先生に見せることが多分子供たちの一番の教育だから、子供たちの失敗も許すし、我々も挑戦して失敗していこうというのが、確かにそういうのありますよね。先生たちの姿を見て子どもたちもいろんなものを学びますし、先生たちがいろんな挑戦をしてたら確かに刺激受けますよね。でもいろんな地域から集まるっていうのがまたいいですね。背景やいろんなものが違うし。3、2、1。